話せば長くなっちゃうんですが、もう短く話しますと、コンクールを受けるっていうか、コンクールの要項を目にした時はもう締め切りが終わってました、僕の場合は。それで、いろいろな手を使って、なんとか出場の資格を得るために、まあいろいろ奔走しましたが、それについてはともかく結果的に、ラジオの方、ラジオじゃない、テレビジョンの方でアクセプトしていただけたということですね。まあいろいろなけ、あの、そういう経過を経て受けることができるようにはなったんですが、課題曲のすごさを見て再び諦めかけました。とにかくでもこのコンクールに来れたことが僕の人生にとって大きな活躍の場になりました。当時はチャンネルが2つしかありませんでした。その両方が国際コンクールを報じてくれたので、皆さんに顔を覚えていただいて、今でも田舎に行っても顔を覚えててくださる方がいらっしゃいます。そしてまあ一員になれたんですけれども、その一員になれたと同時に、ハンガリーの方々が僕の顔をよく覚えてくださって、もう道を歩いてもどこに行っても、大きな声援を送ってくださったことっていうのが僕の人生にとって最大の幸せになりました。雑誌の、雑誌でそのコンクールがあるっていうことを知ったんですけれども、その時はもうすでに遅かったり。これはね、もう極端に違って、ブダペストのコンクールがいかに素晴らしいかっていう、1ヶ月間それがありました。1月です。内容が例えば新しい作品、オペラがあったり、それから普通のまあバルトークとか古代とか、そういうハンガリーの出身の作曲家ワーグナーがあったりというふうに、非常に多岐にわたってあったということで、勉強も大変でしたが、指揮者の本質を探り当てるのにはすごいコンクールだと思いました。それこそヨーロッパ中から、申し込みが殺到しました。演奏をしてくれという、それは全く夢のような出来事でした。そうですね、日本でもそれによってポジションがたくさん与えられたりいたしましたので、本当に夢のように、なんかこうシンデレラみたいな、突然世界が変わる。コンクールを受けるっていうことよりも、そこまで一生懸命こういろいろなものを経験し勉強し、それによって指揮者ってどういうものかっていうのを少しずつ分かってきてる、そういう時にこうコンクールを受けながら、オーケストラを尊敬しながら自分自身を高めるっていうことを大事だと思いますね。そう、尊敬するっていう。そういう精神状態、それでこう天狗になってしまって、コンクールに入ったから天狗になるんじゃなくて、オーケストラとどうやって、で指揮者ってどちらかというと透明人間のようでいて、でオーケストラが輝くのが理想であるというふうな観念を持ってないと、独りよがりの世界が出来上がってしまうと思います。ですね。もうまあ何もかも忘れて、ひたすらコンクールを受ける、楽譜の勉強をする、オーケストラとの対話を考える、でそういったことからまず始まり、それからだんだん自分っていうものが分かってきて、コンクールで1位になっても単なる通過点だと思って。人の心を、音楽の楽譜よりも人の心を理解することができるようになったら、
少し指揮者に近づいてきたと言えると思います。